アッパッパは、女性用の衣服の一つ。夏用の衣服として着られる、サッカー生地など木綿製のワンピースである。簡衣服、または清涼服などとも呼ばれる。食い倒れ創業者の山田六郎の考案である。なお、アッパッパ、簡衣服、または、清涼服は、夏の季語でもある。独特な名前は、歩くと、裾が、パッパと広がることからついたという説がある。 元は近畿地方での俗語である。かつて西洋で流行した、ゆったりしたマザーハバードドレスのハバードが生まったものとの説もある。大きめでゆったりとしたデザインが特徴。1920年代から1930年代にかけて流行した。1929年の東京は40年ぶりの猛暑であり、清涼儀と名付けて売りに出されたアッパッパが流行した。 気候もこの衣服の流行の原因をなしている。当時依然として多くの女性が和装を普段着としていたところから洋装化に寄与した衣服の一つと解釈することもできる。文芸春秋社は佐藤愛子の著書、今は昔のこんなことの紹介において女性解放の第一歩あっぱっぱとしている。柿の木博久志久し、馬鹿たれ、しっかりせ食い倒れ会長。 山田六郎伝講談社 ISBN9 兆7840億6208万3003カのマサナオ対象デモクラシー日本の歴史27 1976年 ISBN40 億9621万277佐藤愛子今は 昔のこんなこと文春新書 ISBN9 兆7841億6660万5699。ありがとうございます。